うわー、皆さんこんにちは。今日は、はい、カニをお取り寄せしました。うもう12月やもんね。カニのシーズンですよ。そうですよ。やっぱね、我が家は12月はカニが食べたくなるんです。もうね、多分これ第1弾やろ、2弾3弾もうどんどんお取り寄せします。今回はさきちゃんがいつものごとくお取り寄せをしてくれました。はい、しました。どこですかこれは。これはマスヨネ。マスヨネ、もう安定の。いつも買ってるとこ。そう、なんか魚介類を買うとしたらもうマスヨネって決めちゃう。マスヨネさん、マスヨネさんです。はい。案件じゃないですこれ。案件じゃない。あの、買ったことがあるところやから、うん、信頼を置いてます。うん、結構食べてるよねこれ俺らも。そう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 、実家とかにも食ってるもんね。あ、そうやね。これはちなみにどれくらいあるんですか。これは1キロ1キロすごい。1キロか、結構あるね。むき身で1キロやからね。甲羅の重さないね。え、そうだよね。そう、だいぶあるな。で、なんか選べてん、甲羅付きのとか、あのお腹の部分ついて3キロとか。あ、はいはいはい。そう、でも私はもうむくんしんどいからね。俺もカニ好きなんだけど、カニの嫌いなところはむくところなんだよ。そうやな。むかずに食いたい、むかずに食いたいの、うん、あれ私結構な、綺麗にむけるの好きやねんけど、今日はね、バクバクいきたいなと思って。そう、ジブリ食べしたいなと思って。このポーションというね、むき身をポーションっていうんですけど、最高最高、それをやりました。で、鉄板があるので、今回はバター焼きと、こう生でいけるので、お刺身で一気に2人1キロ食べます。いけーい、はい、いけーい、いけーい。誰か指示してる。私だけで。じゃあもう早速食べましょう。食べましょう。今回は泡盛でいただきます。僕は水で。はい、乾杯。ああ、あ、美味しい。うまっ。よし、じゃあ行きますか。はい、まだね、鉄板ついてないんで、うん、普通にこのまま、ちょっと多く見えるように鉄板の上に乗せます。言わなくていいんだよ、多く見えるって。これ一人分、これだけ食べれる。これ一人で。そう、すげえ。生で食べたりとか、最初生でいく。最初は生でいきたいね、うん、ちょっと、でも こからここ取るといきなり寂しくなっちゃうから。確かにな。置いてた方がいい。撮影の事情。いや、たまらんね。たまらんのよ。醤油。生。カニ大好き。生で食えるの嬉しいな。そう。太いのいく？これいきます。太いね。太いでしょ？手締め。あ、これ太いね。じゃあ、すいません。醤油。いただきます。醤油にちょっとつけて。いただきまーす。いただきます。あ、おいしい。うま。甘いね。うま。甘いね。ね。あ、おいしい。めっちゃ甘い。あ、うま。もう一回いく？もう一回いきましょう。見逃した人いるかもしれない。いるか。巻き戻して、生じゃないか。いただきます。めっちゃ甘くて美味しい、本当に美味しい。ちなみにこれ 5L サイズといって結構大きめです。うん、なんか太いでしょ、一個一個。ちょっともう一本生でいこうかな。もう一本、私ももう一本生でいこうかな。この、うわあ、見てこれ、ブリブリー、いただきます。ブリブリー。うん。私さ、カニのさ、こうスーってさ、抜くところが一番好き。うん、わかる。わかる？一気に買ってブワーってな。なんかさ、一番幸福度を感じるよね。いやー、最高。これな、鍋とかでもいいんでしょ。あ、もちろんもちろん、しゃぶしゃぶとか。カニしゃぶもいいね。いいんです。だからまた後日同じの頼みます。カニしゃぶしよう。はい。よいしょ。ちょ、
絶対うまいわ。あーめっちゃいい香り。幸せやな。これくらいでいく？ほんのり生でいく？あーどうしよう。でも私はまあ焼く。まあまあ焼く？うん。この焼いた時に出るさ甘みを楽しみたいね。あーいい香り。あーたまらんな。たまらんね。たまらんな。海鮮のさバター焼きってどうしてこううまいかね。なあ、うん、なんで海のものやのにさ乳と合うやろな。本当にバターって素晴らしいよね。よいしょ。おお焦げ目が。よいしょ。いや結局な火入れたらうまいんよ。いやそうなんだ、ね。結局。うわあ。はい、バター焼き。どう。もう絶対うまい。絶対うまい。いただきます。いただきます。うん。あ。うんまっ。ああたまらん。ね、うまっ。ああうまっ。おいえ、ご飯欲しい。ご飯欲しいな。うまっ。うんめっちゃうまい、めっちゃうまい。完全にさ、このカニのパワーを引き出してるよね。あ、黒胡椒がいいですね。用意しました。うわ、このカニのちょっと味が出たやつそういっちゃう。そうなんです。吸わして幸せよ。エリンギもこんな吸わしてもうて絶対出会わないもんな。エリンギはカニにね、うめえうめえって言ってる。なんだこれ熱いけどなんかうめえ。めっちゃ焼くやん。えめっちゃ焼くやん。焼きすぎ。そんなつもりではなかった。この間にですね、妻が今日つけたハブの酢の物がありますので、箸休めにどうぞ。ありがとうございます。うん、あ、おいしい。でしょ、これもお酒に合うんだ。さっぱりしていいね。うん、うん、急にカブが食べたくなったんやけど、どしかしよ。なんかカブ食べようってならんやん。確かに、あんまならない。なあ、あ、いい色してきたね。焼いてる間にカニ刺しを。あら、いきます。私も。これいいわ。うまい。年末やね。本当だね。あっという間だったね今年は。ね。トニーが生まれて。ほんまやな。なんか今年はほんまに、まあ、コロナもやけどさ、いろいろあったね。そうだね。記憶に残る1年だったと思う。うん。いいことも悪いことも含めて。うん。すごい時代に生まれてきたけど、無事にここまで生きてくれてよかった。うん。まあ、この先もね。まだまだ大変なこといっぱいあると思うんだけど、今年最後の動画。最後感出たな、ちょっと。そんなことなかったです。31日言うことないです。やめとこやめとこ。やめとこ。エリンギ食べよ。エリンギ食べよ。いただきます。いただきます。これ絶対うまいね。うん、うわー、おいしい。うん、うまっ。同じこと思ってた。
それはそうや、うん、おカニを食べた後だと、うん、エリンギもアワビに感じてきませんか。あ、わかる。わかりますか、うん、ちょうど同じこと思ってた。本当かよ。キノコって強いね、うん、うん、うわー、香りが立つ。うん、あ、うん、うわあ、あ、美味しい。あ、美味しいね。カニって幸せになるね。なるね。マジで、うん。うん。うん。ああ、うま。この前さ。なんかさ、火使ってんのにさ、うん、家中が煙たいときだったやんか、うん、私がさ、え、家煙たくないって思って焦って台所行って火の元確認したけど何もなくてさ、うん、メリア君に言ったらさ、確かに煙たいって窓開ける開けるって言って全部の窓開けてもさ、うん、ずっと煙たいのなんだよ。本当にさ、え、俺のメガネ曇ってるわってさ、私もメガネやったからさ、え、めっちゃ汚れてた。二人してメガネ汚れてただけっていう事件があったね。ちょっと焦ったよ。煙たって何これみたいな。アホやったな。カニを食べてるとエビも食べたくなってくるね。似たようなもんやで。カニとエビで言うとそろそろケジャンをまた頼みたいところですな。カニのつけじゃん。いや、ケジャンはまあそろそろいいんじゃないかな。もうだれ出てきた、ね。2、3ヶ月前でしょ、最後の頼むの。確かに。そうですね。だいぶ飽きました。だいぶ飽きました。もう体からケジャンが抜け切ってしまいました。ふぃーああ、うん。うん。アスパラ。あ、うまっ。ああ、うん。甘いね。うん、うまっ。今アスパラで一番いいリアクションしたかもしれない。カニより、いや、カニの方がうまいけど。うん、うまっ。最近またさ、うん、コロナがさ、うん、数が増えてきて、うん、そのお出かけする回数もさ減るじゃない。そんななんかやっぱお取り寄せがいいね、家で楽しめるから。うん、いいこと言うたのに暑すぎてリアクションできんかった。これでラスト。これでラスト。一応モノマネしたんだから。ちょっとカニしか見てなかった。もう聞き慣れすぎるのやめて。いただきます。マジでうまかった。美味しかったね。うん、楽でいいね。あと、そうなの。本当に解凍も楽だし。あと、柄が少ないから次の日臭くないね。あ、それでかい。そう、ゴミ箱めっちゃ臭いやろ。うん。それがポーションのいいとこです。最高ポーション。はい。はい、というわけで、はい、今回も美味しいお取り寄せでした。はい。この僕たちが買ったカニのリンクは一応概要欄に入れておきますね。はい。よかったら買ってみて幸せを。口に入れてみてはいかがでしょうか。おしゃれだね。おしゃれだね。幸せを口に入れるって自分で言っててよくわかんないけど。